5月22日水曜日ニューズオプレドアンカーの町田彩香ですそしてアシスタントは川島のりこですよろしくお願いしますよろしくお願いします本日のゲストは経済学者の田代秀俊さん解説員は元 NHK ヨーロッパ総局長の大貫康夫さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします10年が経過しました 1>, 1つ目のニュースが裁判員制度はもともと裁判というのは専門用語が飛び交ったりそれから法律について詳しい人が、うんまあ、放送の方々が裁判を行うということでなかなか、ね、一般市民は理解しづらいというところから始まって、うん、国民の理解しやすい裁判を実現するためにこの裁判,員裁,判裁判員制度というものが導入されました。うん はい、でこの裁判員と裁判官の共同を通して国民の理解しやすい裁判を実現していこうということだったんですが、まあ、それから10年経った今もうどうですかねニュース裁判分かりやすくなったかなと言われると私はまあそうでもないのかなと思っていて判決文もなかなかこう一致市民には手に入れづらいですし判決文を読んだところでなかなか ちょっと難解な日本語だななんていうふうに思って私はそこまであの両者が近づいているなという印象を強くは受けないんですけれども田代さん、このニュースどのようにご覧になってますか。はい えと私はこれ裁判員したくてしたくてたまんないんですけれど、えー、当たら全然呼び分からないのでよ、ね、<laughs> ほど苦心がないなとは残念なんですけれど実は日本のは実はこれ裁判員裁判じゃないんですよねいわゆる陪審制じゃなくてちゃんとプロの判事がいて民間から選ばれた裁判員の人たちがたとえ全員一致でこういう判決を出したといっても専門家がひっくり返すことはできるんですよねだから実はその以前の判決はそんなに本質的は変わってないんです。 ただしこれはあのアメリカの陪審制度っていうのはあれものすごくあの問題で、うん、あのか実際それをです、ね、あの裁判所で目撃している日本人の人が書いた今里保子さんというエッセイストの方が書いた文章が今ちょっと絶版になってますけど「あの新朝新,新,新書」に「お手本の国の嘘っというね 本があってその中にです、ね、アメリカの陪審の例はいかに矛盾したものかというのが書いてあるんですね。であれはもう要するに例えばこう、ね、白人と黒人の中で事件があると白人ばっかり住んでるところに、ね、裁,判所裁判を移して白人だけの陪審がでそれで白人もね、うん、警官が黒人を追っかけてもうこれは合法だと言ってね通っちゃうんですよ。でしかもあれあの1回で終わりなんですよね陪審、ね、裁判だったのは1回だけなんです。よね でこれね、本人その目撃してるその日本人の初期官として働いてる人はね私だったら絶対受けないと陪審裁判官とプロの裁判官の方のお願いするというんですよねだからそういうことをねなんか考えずになんかこういかにも司法制度改革したかたような偽装に私は見えるんですよね、うんうん、でも一度やってみたい、うんうん、<laughs> ぜひお見ださい <laughs> おさんいかかがですか、うん、私はね、まあ、やってみたいという多少そないじゃないんだけどあの来てくださいあなたが裁,裁判員にね 一方的に選ばれたら、ね、拒否でできないんですよ,んよほどのことがないかに病気であるとかね、はい、あるいは<う>あのこ,れこの判決で加わったらね、うん、その被告とされた人からねそのあれをそれはある,かあるいはその家族とか集団から、まあ、嫌がらせとかあ,のあれをあの予告を受けると脅しを受けるとそういうことがあるとかねそういう場合を除いて、うん、あの拒否できない。それからもう一つは、ね あのこのせっかくの,あのいろんなあの、まあ、裁判官のけあの,裁判の経験者がいろんな経験しますよね失敗も成功も含それが共有されない、うん、秘密主義で,うですこうゃ喋ってならない家族にだからそれでね非常にあの精神的に、ね、問題を起こしてしまう人もいるわけ悩んでねそういうこともあるとかまたこういうの裁判員の制度をと、まあ、や,やる前にその前にね そ国連の人権委員会で問題になっているね、大用監獄とか、安易な逮捕拘束とか、長期拘束とか、いろんなものがありますね、あるいはその一方的な、ね、あの裁判あの弁護士もいない取り調べとか、そういう今、ゴーンさんの事件でも問題になったように、ね、あるいは人によって勝手に解釈を変えるような公式的なことがあるわけですよ、警察の段階から。そういうことをきちんと改革しないでね、こんな裁判制度、裁判員制度ばかり作っても、 どむしろ問題の本意でねこの山下法務大臣って本当法務大臣の資格があるのかどうかってねもっとねこういう問題が出てきてるからもっと改善したいとかそれ言うのならばいいんだけど順調にしてこんなこと言ってたらね大臣としての資格はないんですよ。ことは人権の問題なんでねだからやっぱりとにかく冤罪の温床になっている今のね、まあ、一方的な刑事あの検察や検察の一方的なね制度それにも乗ってしまっている裁判官 たちのこの制度をきちんと変えない限りこういう裁判員制度もきちんとそれも機能することはないとと思ってるんですすよね、うん、ありがとうございますあの田代さん、先ほど日本の裁判員は陪、ま、審、あはい、員じゃなくて結局、裁判官の、うん。はい あの判決が重くなるということだったりとか、はいまあ、かといってアメリカの陪審制度も、うん、まあ先ほどおっしゃられたような課題もあると思うんですけど、はい、じゃ日本の,この裁判員制度どういうふうにしたらもっと良くなりそうですか、ね、<laughs> もうそれは大貫先生がおっしゃるととり公開性と透明性がないんですよねす日本の裁判って。 でもっと驚くのは例えばあの裁判をね受けて例えば勝訴しても何もくれないんですよ<そう> <laughs> 特に言わないと本当にあなたはこの裁判で無罪になりましたっていう何もくれないんですよね言うとすごくの、ね、中か事務員の人がね嫌な顔してね <laughs> じゃあ必要ですかって言必要だからや裁判やったんでしょうってね <laughs> だから非常にねおっしゃる通りそり判決もどこあるか分からないし <laughs>、ね、どうやって手にあるかも入るかも分からないインターネットで公開されてない <laughs> でしょ。 その取り調べ段階からの透明性と公開性を徹底する例えば香港でさえねあ香港でです香港でも例えば、ね、もう取り調べ段階からね全部録画してるんですよです、うん、だからもうその中でねこうてめえこなろうと言ったらもうそこでおしまいなんですね「<laughs> 取すみませんミスター」ってねちゃんと言ってくださいっていかなきゃいけないわけだって推定無罪でしょだから日本の場合そうでも全部ほらあの録画もないし 多くの録音もないわけですよね。だっても検察官もバリ増減はあ見せるわけでしょ。勝手にね。ということは可能なというまあ考えられるわけですよね。じゃあいやだそうじゃないっておから言うんだけど、だったら全部公開するわけですよ。その一面も全部録画して。でそれはないでしょ。であと裁判所もほらテレビ入らないでしょ。あの法廷開く前の全員全部空席の状態だけを映してるわけですよね。だから本当にアメリカのようにもうどんな裁判でもね、もうカメラが全部入って。 そうするとあば検察官が、あこれなんかうそいってじゃないってみんな思うじゃない、うん、あるいはこの弁護士うそじゃないかとね、うん、そういうのが全然ないわけですよ。うん、だからあの、そういうことをまず、ね、もう全部その公開するというのを先にやるべきであって、そうですね、なんかあれってこう、10年間、ごまかし続けた裁判員制度を変えるだけじゃなくてその司法制度というものそのものの透明化が必要だというご指摘、公開、うんね、が必要だというご指摘をいただきました。